こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ミニマリストが夏に買うべき服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。もうこれはですね、毎シーズン恒例となるような企画なんですが、肝心の僕自身がですね、ミニマリストではないんですね。まあ皆さんもご存知の通り、日常からですね、いろんなお洋服を買いますので、いつも写っているところはスッキリとしてるんですが、それ以外には服がですね、ものすごい数あるわけなんですが、まあ元々の僕自身はですね、ミニマリスト傾向があるんですね。ですので事務所には服がいっぱいあるんだけども、自宅のクローゼットですね、リアルに休日に着るものに関しては割と少数精鋭の服だけがですね、整然と並んでる状態なんですね。なので僕が服の仕事をしてなければ、限られた服だけで生活をするのかなって感じているんですが、まあそんな僕自身が仮にですね、ミニマリストだったとしたら、この辺りの夏服で今年は過ごそうかなというものをですね、5点ご紹介をしてみたいなと思っています。まあ特に夏服に関しては量ってですね、そんなにたくさんなくてもいいかなと思うんですね。というのは秋冬だったらいろいろと重ね着しなくちゃいけないので、どうしてもアイテム点数が増えてしまうんですが、その点夏はですね、本当にこう T シャツ短パンサンダルぐらいでも正直いいぐらいですね、アイテム数が限られるので、そういった点ではミニマリストの方にもすごく楽な季節かなと思います。ただやっぱりですね、夏っていうのは着用点数が少ない分、どうしても手抜きに見えますし、あまりこうおしゃれに見せるのが簡単ではない季節かなと思うんですね。ですので今回の動画ではちゃんとですね、少ない数でも見栄えよくですね、ミニマリストのコーディネートが決まるようなアイテムをですね、皆さんにしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら参考にしていただきたいなと思います。もちろんガチのミニマリストの方にも見ていただきたいんですが、まあ現状物多いんだけども、もうちょっと減らして夏のワードローブを整えたいなという方にも結構ハマる内容かなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。まず一つ目は、夏やっぱり欠かせないのは T シャツかなと思います。まあミニマリストの方におすすめしたい T シャツといったら、やっぱり黒の T シャツなのかなと思うんですね。これ鉄板だなと思います。まあミニマリストというですね、ライフスタイルを考えると、シャープでミニマルで、なおかつデザイン的にもごちゃごちゃしてないものがいいかなと思うので、無地 T シャツがいいと思うんですね。その点白かブラックか、まあ二択あるかなと思うんですが、白 T って結構ですね難しいんですよ。それはなぜかというと、下着っぽく見えたりする可能性があるからなんですね。またシンプルすぎてしまって人との違いも出しづらいので、意外と白 T ってバチッと似合う方は限られるかなと思うんですね。ある程度こう顔が良かったりだとか、スタイルが良かったりだとか、そういった方には白 T バチッと似合うんですが、まあ、僕も含めてなかなか白 T 1枚で、まあ、素敵に着こなせる方って多くないかなと思うんですね。その点ブラックの T シャツというのはシャープに見えますし、人との違いも出しやすかったりするので、意外と使いやすいんですね。なのでこれはですね、殿堂入りという感じです。まあ、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツのブラックだとか、あとはビューティー&ユースなんかで黒 T を買うというのは僕はいいんじゃないのかなと思います。まあ、タイトなやつじゃなくて少しゆとりがあるといいですね。まあ、今回は僕の私物持ってきたんですが、 H ビューティー&ユースのですね、ちょっとゆったりめのブラックの T シャツを僕は夏に愛用してるんですが、今回の主役はこちらではありません。まあ、ちょっと具体的に商品出したいなと思うんですが、アーバンリサーチドラーズの UR テックモライト T シャツですね。価格は6600円ということで、今年はですね、このような河川系のちょっとシャカシャカ系の素材の T シャツというのはやっぱり欠かせないなと思うんですね。特にミニマリストの方で言うと、機能性ですね、限られたアイテム数だけで回していくので、洗濯をしてもへたらないことだとか、ケアしやすいということがすごくミニマリストには求められるかなと思うんですが、このあたりの河川 T シャツって機能性も非常に高いんですね。まあ、僕が持ってるのはちょっと違うやつなんですが、同じくアーバンリサーチのソロテックスの生地使ってるやつですね。これもねすごく使いやすくて、日常からガンガンに着てるんですね。かつてはこういったものって外遊び用で着ることが多かったんですが、最近はですね、いろんなバリエーションが出てきていまして、かつてよりシャカシャカ感が強くなくて、肌触りもソフトなものも増えましたので、割とですねアウトドアだけではなくて、もう日常使いでガンガン使えるのかなと思うんですね。でこちらのですね T シャツに関してもナイロンなんですけども、ちょっとこうマットな質感とシルキーな肌触りというところが特徴になっていまして、着ていてストレスがないんですね。それでいて機能性の部分でいうと、撥水性があったりだとか UV カットしてくれ
れたりだとか、まあ、ちゃんとステッチも効いてるので着やすいだとか、このあたりも含めてすごく完成度が高いんですね。でこの手の T シャツのありがたいところってサイドにポケットがついてるところなんですよね。荷物少なくて済むので僕は個人的にありがたいんですね。というのも僕自身ですね、基本的には財布と携帯しか持ち歩かないような手ぶら派なんですね。なので収納量がある程度あった方が嬉しいんですね。ただ夏の着こなしってどうしても軽装になるので収納するスペースが少なくなってしまうんですが、そういった点でもしっかりと腰のあたりに収納できるスペースがあるのは嬉しいポイントかなと思います。で色合いもですね、まさにミニマリストっぽいようなシャープなブラックだとかダークグリーンですね、これも色綺麗なんですよ。でグレーもいいということで3色どれを選んでもかなりバランスがいいような仕上がりになってるんですね。で個人的には先ほどご紹介しましたが T シャツはブラックにして、このような河川系の T シャツはあえてちょっと違いを出した方がいいと思うんですね。まあ、ミニマリストの方って全身ブラックの方とかも結構多かったりするんですが、それはそれでシャープでかっこいいんですけど、毎回同じ格好して見えるというところが一つのデメリットかなと思うので、まあ、方向性は変えなくてもちょっと色ずらしてあげるだけでもバリエーションが作れるんですね。なので T シャツはブラックで、こちらの河川系 T シャツはグレーだとか、あとダークグリーンなんかも結構いいと思いますね。グリーン味がすごく強いというよりは割と深めの色なので、他のアイテムとの親和性も高いので、まあ、こちらでもいいのかなと思いますね。色に関してはお好みかなと思うんですが、非常に使いやすいアイテムなのでチェックしていただきたいなと思っています。そしてこのままの流れで2つ目も行きたいなと思うんですが、短パンですね。同じく UR テックモライトのショーツというものがあるんですね。これセットアップで組めるようになってですね、これめちゃくちゃありがたいなと思ってまして、同じ素材で上下揃えてしまえばそれだけで着こなしが完成してしまうということですね。で素材使いがすごく良くて、撥水性があったりだとかストレッチ効いてたりだとか、まあ、シワにもこういったものってなりづらかったりするので非常に使い勝手がいいんですよね。この上下で揃えてしまえば着こなしに関しては頭を使わずに即完了ということで、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。でカラー展開3色なんですが、上下で揃えてしまうのもいいんですけど、個人的にはショートパンツはブラックとかを選んでしまうのがいいなと思うんですね。というのもショートパンツもそんなにバリエーションたくさんいらないと思うので1本ありゃ十分だなと思うんですね。その点ブラックは万能で使いやすいんですね。 T シャツをブラックにしても、まあ、オールブラックで合わせやすいですし、ダークグリーンとかグレーとかそのあたりとブラックの短パン合わせても結構相性が良かったりするので、短パンはブラックで固定して上でちょっと色変えるというのがいいんじゃないのかなと思います。少し裾幅にゆとりを持たせていて、従来のこうタイトな短パンとは違ったような今っぽいシルエットになってるんですね。丈の長さも短すぎないようなバランスになっているので、これ1本あれば、まあ、いろんな着こなしに対応できるかなと思います。で腰元にはタックも入っていて、このあたりもちょっとクラシックなパンツの要素もあるので、意外とですね T シャツだけではなくてシャツのスタイルなんかにも合わせやすいのかなと思います。で360度ゴムになっているのでサクッと履きやすいですし、このセットで合わせてしまえば本当に簡単にですね夏のコーディネートができてしまうので、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、余談ですが、結構ですねミニマリストとアーバンリサーチの相性がめちゃくちゃいいなと個人的には感じてるんですね。セレクトショップのオリジナルって、まあ、正直ですねどこ行っても大体同じようなものがあるんですね。ただその中にもよく見てみると軸となるコンセプトみたいのがあって、そこには特徴の違いがあるんですね。で最近のアーバンリサーチって機能的でちょっとテック感あふれるようなアイテムも豊富にあるので、割とですねこの雰囲気とミニマリストの持ってる世界観って相性がいいんじゃないのかなと思います。テック感ちゃんとあるんだけども、デザインはすごくミニマルで使いやすくてあまり飽きないようなものになってるので、その点はすごく親和性高いかなと思うんで、このあたりのアイテムからチェックしてみるのがいいのかなと思っています。ということで1点目と2点目合わせてお伝えしましたが、このあたりの UR テックモライトを使ったアイテムで上下を組むのはすごく着こなしが楽ですし、なおかつシャープな見た目になるかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。続いて3点目のアイテムなんですが、トップスもう一つぐらいバリエーションあった方がいいかなということで、まあ、T シャツ系ですね、無地のブラック T シャツと先ほどのような河川系のですね、まあ、ブラックでもいいんですけども、グレー系だとかダークグリーンだとかこのあたりがあって、まあ、カジュアルな2枚がありますよね。それに対してもう少しだけ切れ目のアイテムがあれば割とバリエーションがしっかりと出せるかなと思うので、その点ですね今回ご紹介したいのはこちらですね、ジャーナルスタンダードレリュームのですね EG ケアテックリネン半袖シープ
TPO シャツですね。価格が8910円ということで、これがバランスがいいんじゃないのかなと思います。半袖シャツっていうのがですね、1枚あるとすごく便利なんですね。 T シャツにはないような襟付きなので、それだけでちょっと綺麗めに見えますし、こういったものを1枚あると便利かなと思います。で、夏のシャツなので、まあ、なるべくですね、長袖ではなくて半袖の方が使いやすいかなと思うんですね。こちらのシャツの中で特にベージュですね、これをおすすめしたいなと思います。ミニマリストの着こなしってブラックだとかグレーだとか、どうしても重めの配色が多くなってくるんですね。まあ、その中でちょっと明るめのカラーですね、取り入れるだけで着こなしのバリエーションというか幅を出すことができるので、そういった点ではこのベージュがですね、春夏らしさというところも出すことができるので、なかなかバランスがいいかなと思いますし、あとはボトムスですね。ブラックの短パンとかロング丈のパンツもやっぱりブラックが使いやすいんですね。下半身をブラックでまとめてしまった時に、上半身このようなベージュの明るめのシャツを持ってくるとまとまりがいいので、こういったものも1枚持っておくと便利なのかなと思っています。襟元はオープンカラーの形になっていて、すごく軽快な雰囲気なんですね。このあたりはよくあるようなシャツなんですが、胸元にですねポケットがついてるんですね。このディテールが個人的にはすごく大事だなと思ってまして、左右対称にポケットがついていて、フラップですね、蓋がついているというところでアクセントになりつつ、ちょっとアウターっぽい見え方になってるんですね。そしてボックス型で少しリラックス感があるので、このあたりもちょっとミニマリストのライフスタイルとも相性がいいんじゃないのかなと思うんですね。で、素材感なんですが、リネンのようなちょっとしたこう風合いが漂うんですが、実はリネンではなくてテックリネンというですねポリエステル素材を使ってるんですね。肌離れがいいリネンっぽい雰囲気なんですけども、シワになりづらかったりだとか、洗濯機洗いが気軽にできたりだとか、このあたりが、まあ、現代的な使いやすいですね素材使いになってるんですね。ガチのリネンだとやっぱり洗濯するとシワがすごくなってしまうので、まあ、その風合いがいいっちゃいいんだけども、どうしても多少のケアは必要になってしまうんですが、そのあたりがしっかりと省かれるような素材使いになってるので、ミニマリストのライフスタイルにも結構合った一枚なのかなと思うんですね。見た目的にはちょっとこうミリタリーだとか男っぽいところもあったりするんですが、機能面で言うと結構充実してるというところで、なかなかバランスのいいシャツに仕上がってるかなと思います。先ほどご紹介した短パンで軽快に合わせるのもいいかなと思いますし、ブラック系のイージーパンツなんかでも合うかなと思うので、ぜひこちらのシャツもチェックをしながら、着こなしの幅を程よく広げていただくところも、よかったら頭の片隅に置いていただければなと思っています。続いて4点目はですね、ロング丈のパンツ、皆さんにご紹介したいなと思います。短パン1本勝負というのはですね、なかなかリスキーなところもあるんですね。もちろんラフな場面であればそれでもいいんですが、まあ、ちょっと小綺麗にしたい時もあったりするかなと思うので、そういった時には半袖のシャツとロング丈のパンツ、この組み合わせがあった方がいいかなと思うんですね。で、じゃあどういったロング丈のパンツがいいかなというところで、今回はですね、グリーンレーベルからこちらですね、テックカルゼプレイパンツですね、こちらをご紹介したいなと思います。価格は7700円ということで、僕もこちら持っているのでちょっと持ってきてみましたが、今回ご紹介したいのは、まあ、グレーではなくてブラックですね。定番のブラックがあるといいんじゃないのかなとは思っています。まあ、グリーンレベルにもいろんなボトムスがあるんですね。皆さんにご紹介しているのがオルマイージーパンツというものなんですが、まあ、あれもすごく便利で使いやすいんですけど、ちょっときれいめ寄りのアイテムなんですね。で、こちらのプレイパンツに関してはシルエットが少しゆとりがあるんですね。もも周りもゆとりありますし、裾幅もですね結構太さがあるので、割とですね様々なスニーカーとの相性もいいので、僕はですねプレイパンツすごく好きなんですね。太すぎずにだけどもリラックス感があって、今っぽさも漂うというようなボトムスになってるんですね。まあ、素材はポリエステル使ってるんですが、まあ、ちょっとこうウール調の雰囲気もあるので、いわゆるこうシャカシャカ系のスポーティーなボトムスとの差別化もできるので、結構このあたりの風合いも個人的には好きなんですね。で、腰部分は360度ゴムになっていて、しっかりとドローコードで調整もできるというところの楽さ、このあたりもミニマリストには合うかなと思いますし、ガバッと履ける感じもですね個人的にはすごく好きなんですね。で、素材感はですね薄手ではあるんだけども、決して夏だけというわけではなくて、春夏秋ぐらいまでの3シーズンは対応できるかなと思うんですね。冬だとさすがにちょっと薄いかなという感じはするんですが、そのあたりの3シーズン使えるというところも、まあ、ミニマリストのライフスタイルだとか、なるべく少数性の服で回したいという指向性にも合ってるかなと思うので、これ使いやすいんですよね。まあ、丈も最初からコンパクトめになっているので、裾上げしないでその場から履けるというのも含めてバランスのいい1本になってるかなと思います。先ほどご紹介した黒 T にも合うし、シャカシャカ系の T シャツと合わせていただいても、まあ、上下を同じ素材感にしなくともですね、ボトムスでやや切れ目に振ってあげてもバランスいいので、そういったスタイルにも合います。もちろん半袖シャツにも合うので、これ1本あれば結構使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、シワにもなりづらいっていうところも含めて
て、まあ、天然素材というものもすごくですねファッション業界の方はこだわる方多かったりするんですが、個人的にはミニマリストの方には化繊のものでなるべくケアしやすいものを使っていくのが、まあ、すごく合ってるかなと思うので、そのあたりも含めてこれはかなり優秀な一本かなと思います。まあ、基本的にはブラックがおすすめなんですが、個人的には結構このミディアムグレーが使いやすくて、ブラック系のアウターだとかそういったものにも合わせやすいですし、これは非常に買ってよかったなと思うボトムスなので、まあ、ミニマリスト志向の方でなるべくシンプルにしたければブラック、ちょっと着こなしの幅を広げたいのであればこのミディアムグレーもめちゃくちゃ使いやすいので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。続いてラスト5点目はですね、靴行ってみたいと思います。まあミニマリストの靴としてスニーカー系ですね、このあたりはもう毎シーズンですね鉄板でニューバランスのスニーカーだとか、そのあたりを皆さんにご紹介してるかなと思うんですが、今回夏ということで軽快なサンダルですね、これも一足持っておいた方がいいかなと思うんですね。まあ僕のチャンネルの中でよく出てくるものをですね今回3つ持ってきたんですが、例えばこのようなグルカサンダル、まあこういったものも履くだけで綺麗めな雰囲気が漂うので、先ほどご紹介した半袖のシャツみたいなちょっときれいめなアイテムにはグルカサンダルが合うかなとは思うんですね。ただこれってめちゃくちゃ履きやすいかというと、僕自身も外で履いていますがあんまり履き心地は良くないんですね。スポーツ系のサンダルの方が圧倒的に良いかなと思いますし、ミニマリストのライフスタイルだとか雰囲気に合うかというと僕はちょっと微妙かなと思うんですね。まあその点ですね、一押ししたいのがホカオネオネのホパラ2なんですね。これ今年買って個人的にめちゃくちゃ良かったアイテムの一つなんで、まあ、皆さんにもご紹介してるんですが、残念ながらですねもう在庫がないんですね。いろんなサイト見ましたがちょっと在庫が今ないので、思い切ってこれをお勧めすることもちょっとしづらいのが現状かなと思ってるんですね。先ほどご紹介したちょっと T シャツだとか短パンだとか河川系の T シャツだとか、そのあたりは抜群にホパラ2合います。あとはホパラ1じゃないですけど通常のホパラもあるんですね。僕は両方とも持ってるんですが、そちらでも全く問題ないので、もし在庫を見つけることがあったらミニマリストの方にはすごく相性がいいんじゃないのかなと思っています。そして、まあ、今回一押ししたいのがですね、まあ、この中間的な立ち位置ですね、ビルケンシュトックのサンダルなんですね。スポーティーな装いにも合うし、ちょっと綺麗感のあるシャツにも合うので、これ一足あればまず間違いがないかなと思うんですね。まあ、僕が今持ってるのはですねちょっと数年前に買ったものなんですけども、ビルケンシュトックのチューリヒというモデル、確かエディフィスかなんかの別注版だったかなと思うんですが、同じものは今売ってないんですね。で個人的に今回おすすめしたいのが、これビューティー&ユースで取り扱いがあるんですが、ビルケンシュトックのミラノビルコフローというサンダルですね。価格が 15,400円ということで、サンダルというジャンルの中では決して安くはないんですが、ビルケンのサンダルってやっぱり1回買うと長く使うことができるんですね。ある程度履き込んでるとですね足型がですねちゃんとこう沈み込んでくれるので、そのあたりも含めて愛着も湧くし、長い付き合いなのがビルケンのサンダルなんですね。僕が一番最初にビルケンのサンダル買ったのが高校2年生ぐらいだったんですが、そのサンダルですね 7,8 年ぐらい履いたんですね。それぐらい長い付き合いになるのが、まあ、ビルケンのサンダルかなと思います。まあ、定番的でベーシックでありつつ、今もなおですねファッションアイテムとしては多くの方に愛されるブランドなので、まあ、間違いがないかなと思うんですね。でこのミラノビルコフローっていうのはですね、形的には結構アリゾナというモデルがあるんですね。こちら見ていただきたいんですが、それとほとんど似ているんですね。まあ、アッパーの部分に2本のベルトがついていて、結構ベーシックな見た目になっているんですが、それに対してこうかかともですねちゃんと押さえてくれるようなパーツがついているので、よりですね歩き心地も良くなっているのかなと思います。この後ろのベルトのパーツも含めて僕はデザイン的にもなかなかバランスいいなと思うんですね。色に関してはブラックなんですが、ちゃんとですねコルク部分にブラウンの色味が感じられるので、重たくなりすぎないというところ、このあたりもバランスがいいなと思います。でビルケンシュトックのサンダルってこの足との接地面ですね、ここがですねコルクのちょっとブラウンっぽい色味のものが多いんですね。それが僕にとっては結構ネックで、どうしても裸足で履いてると汗かいたりするので、足型がですねくっきりとついてしまうんですね。それがちょっとこう清潔感漂わないことがあるんですけども、こちらのミラノビルコフローですね、足との接地面がブラックになっているので、そういった心配もないので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。一度買えば長い付き合いになるというところもミニマリストの物選びとしてはすごく相性がいいかなと思いますし、デザイン的にもベーシックで使いやすいので、今回ご紹介した T シャツから半袖シャツまで様々なスタイルにも合わせやすいので、これ一足で完結するというところではまさにこの中間ですね。スポーツサンダル、グルカサンダルの中間的な位置づけなので、ガンガン使っていただけるかなと思うので、ぜひ皆さんもですねこちらチェックしていただきたいなと思っています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではミニマリストの夏服はこの5点だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。まあ毎シーズン恒例となっているような僕の鉄板ネタの一つかなと思うんですね。ガチのミニマリストの方にも見ていただきたいんですが、まあそういった方よりはミニマリストの指向性だとか、なるべく少ない数で服を回すというところに憧れを持っている方の方が圧倒的に多いかなと思うんですが、そういった方にはですね、今回の内容参考になったんじゃないのかなと思います。結構夏の着こなしってシンプルな部分が多いので、 T シャツと短パンとロングだけのパンツがあればそれだけでも回ってしまうかなと思うんですが、全て安いもので揃えてしまうとどうしても着映えしないので、まあ、今回ご紹介したようなセレクトショップのオリジナルですね、まあ、デザイン的にはミニマルで使いやすいんですが、素材使いもすごくですね機能性が高くて、なおかつ1枚ずつのデザイン性も含めてバランスのいいものですね。このあたりを使っていただくと結構ですね素敵なまとまり方してくれるんじゃないのかなと思っています。たださすがにですねこの5点だけでは足りないという方も多いかなと思うので、そういう場合はちょっと T シャツのバリエーションを増やしたりだとか、ご自身のですね足りないと思うところをちょっと足しながらですね、夏のミニマリストの着こなしを楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っていますが、普段の動画の中ではなかなかカバーしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けのブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですねライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問にその場でお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて写真と文章でおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に私物として買ったものなんかをですね毎日投稿をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。